シンドバット虎の目骸冒険は1977年のアメリカ合衆国の特撮映画。レイ・ハリー・ハウゼンのシンドバット三部作の最後の作品でハリー・ハウゼンによる1940年代より続くストップモーションアニメーションの技法を用いた最後から2番目の映画でもある。監督はサム・アナメーカーでシリーズ最大の800万ドルをかけて作成された。 実写部分は1975年6月から10月に、かけ、スペイン、マルタ、古代、ペドラの地オルダンで撮影され、ハリーハウゼンのストップモーションアニメーション部分は1975年10月から継続された。完成は1977年3月。数々の冒険を成功させ、久しぶりに、トシャロックの港に入港したシンドバット。だが、旧ユーカシム王子は、 呪いの力で、ヒヒの姿に変えられていた。息子、ラフィを王いにつけようと企む、ママ母である魔女、ゼノビアの仕業であった。カシムの妹ファラー姫を助け、球場を打開すべく、シンドバットは、後悔に出た。カスガルの賢人メランシアスの助けを得て、呪いを解く方法が、極北のアリマスピの神殿にあることを知る。ヒヒの姿となって、人間の心を失いつつある。 カシム王子には残された時間は限られている。時間がかかりすぎたら、王子の呪いを解く方法も通じなくなるだろう。シンドバットは、カシム王子、ファラービメ、賢者メランシアス、メランシアスの娘リオーネを船に乗せて、さらに極北の神秘の神殿を目指す、冒険の旅に出た。魔女ゼノビアもまた、息子ラフィと共に、魔術の限りを尽くして、シンドバット一行を妨害すべく、 シンドバッドの船を追う。ありがとうございます。